ったんだから。ならそこから言えばいいだろうに。なんで筋道立てて話さないんだ。そうね、マルとしたことがちょっと動転していたみたい。それにしても大したものだ。まだ城内の混乱すら収まっていない有様だというのに、すでに貴様はそこまで真相に確信を持てるだけの情報を揃えているとは、よほどに優秀な諜報班を抱えているのだな。ええ、知らなかったにゃ。馬屋衆より優秀なんでね。上腕もこれじゃ面目丸つぶれだ。教えをこいたがるだろうよ。そんなことは今どうでもよくって、毎度の飲み屋への対処を考えましょう。向こうが実力行使で来ている以上、こちらもそうする以外ないわ。どこからどれだけの兵力が出てくるかわからない。今動かせる限りの軍を県庁寺へ。おめえがやれ。は？お弓軍管区の兵を集めな。それで神王を襲って殺してこい。マロが？マロの軍だけで？そうだ。なんでよ。ああ、親切なつもりなんだけどな。あてらの軍で攻めたら神王をどうすっかわかんないよ。殺さないかもしれない。ちょっと話を聞いたりするかも。そうだな。どうやって札楽城襲撃などという暴挙を成し遂げたのかとかな。どうする？何のことかわからないけど、わかったわよ。マロの手勢で片付けましょう。手早くな。そう長くは待たねえから。一週間だ。その刻限を過ぎたら、堀越と笹川の両軍は反逆者の処分を行う。どうしてこんなことに。やるかね、あいつ。やるしかなかろうさ。バカもバカなりに計算くらいはする。俺と貴様を同時に敵に回して勝てるとは思うまい。バカか。あいつはバカとは少し違うね。ただ大きすぎる服を着たから頭が隠れて前が見えなくなったってだけでね。それこそバカの証明だろうが。違うとは言わねえけど。貴様は雷鳥をあまり嫌わなかったな。まあね、あいつ裏も表もないしね。正しくは裏と表が筒抜けなんだけど、そういうアホは嫌いじゃない。だから後始末も当てがやっとくよ。そうか。六波羅も終わりだな。終わらせはせん、俺がいる限り。まだやる気なんだ、シシク。ってことは時をも連れてく？そのつもりだ。鎌倉は貴様の好きにするがいい。そっか。んじゃあ綺麗にやっちまうか。間違いないんか、所長。残念ながら複数の経路から入手した情報です。お弓久保府にて大規模な軍事行動の準備が開始されていると。目的は？公にされてはおりませんが、現状を鑑みれば、まず。疑いはないわな。準備に時間をかけているのが救いです。こちらの戦力を読めないせいでしょう。何かしらの手を打つ暇がないわけではありません。って言うても。命運尽きたかな、わし。いえ、京都へお逃れください。いかに幕府でも、近隣へ兵を推し進めるのは無理です。鎌倉からの脱出は、私がすぐに手配を。そうもいかんやろ、菊池。宮殿下。ここで引いたら、もう再起の目はないわ。
舞殿の宮は死んだも同然や。死んだも同然のくせに生きてるってのは立ち悪いな。散々謀略ごとをもてあそんできたやつが責任も取らんで。しかしわしも恥を知ってる。おまさも知ってるはずい。あの戦場でわしらが人のままでいられたんはそいつを忘れなかったからやないか。そやろ宮殿下、良い覚悟だ。では名誉ある死を迎えていただくことにしよう。舞殿の宮春広親王殿下。何？誰や？俺はお弓十傑が一人、人呼んで天敗星の。ギャー！背中がガラ空きだ、マヌケ。一条くん。影明。ああ、よう来てくれたね。危ういところでしたか。ああ、この男、お弓のものだと言っていた。今川雷長の放った刺客に間違いない。では、軍事行動を準備中という情報もある。彼は我々を滅ぼすことに決めたようだ。そういうことであれば猶予は一刻も許されません。宮殿下、どうか脱出のご支度を。不肖この影明が警護つかませきます。そう言うてくれるのは嬉しいけどな。影明、宮殿下はここへ残られる。それはおれ、わしこんなんでも帝の一族やろ。国民の手前、あんましみっともない真似はできなくてな。最後の始末くらいきっちりつけんと。所長、私も脱出をお勧めした。しかしそれが誇りの喪失を意味すると宮殿下がお考えならば、私はそのご意志を尊重する。舞殿の宮殿下の姉妹を見届け、順次を。もちろん影明君たちが付き合うことはない。所長、駒さんもな。もう十分世話焼いてもろたし。へえ、いろいろお世話をさせていただきました。この際ですから最後までお付き合いします。どのみち私が見逃されることもないでしょうからね。自分もあかんえ。おまさんにはやることがあるやろ。宮殿下、銀星号の剣を頼む。あれを止められるのはお前だけだ、影明。所長、行きましょう、港さん。一条、下総へ。お弓久保今川雷長を殺しに。へえ。先手を打つんです。殺される前に殺す。そうすればみんな解決します。そりゃまあけどな。仮にそれが成功するとしてもだ、次は笹川、堀越の両久保が。ならそいつらも殺せばいい。一条、
どうせ六原は滅ぼすんです。奴らは悪ですから。あの山犬どもがこの6年間やってきたことを思えば、滅ぼす以外の選択肢なんて最初からなかった。予定よりもそれが少し早まるってだけです。奴らを滅ぼしてこの国を正しく立て直しましょう。けど六原がのうなったら進駐軍の天下になってしまうよ。そうでした。あの連中もヤマトを私物化したいんでしたね。そのために六原を野放しにしてた。ならあいつらもこの国から叩き出します。そらちょっと無茶やないか。できます。私は古賀久保を倒した。きっと誰もそんなことができるなんて思ってなかった。でも私はやれた。だからできる。この世の悪を滅ぼせる。目の前にある悪をどうしようもないから、仕方ないからって言って見逃してやる必要はもうないんだ。私と正宗、それに港さんがいれば絶対誰にも負けないから。一条、さすがは政宗様。そのお言葉を聞き、私も迷いがなくなりました。あなたは姫様。おお、桜子さん。そうそう、この人のこと話すの忘れとった。影明君たちとは不堕落で付き合いがあったそうやね。は、いささか。桜子さんはな、あの晩のどさくさに紛れてうまく脱出してきはったんや。その後この建長寺にわしを頼ってきてくれたんでな、かくまってあげてる。この寺も幕府の動揺を受けて風向きが変わりつつある部分があるのでな、これくらいのことは見逃してもらえる。なんと。しかしよくもあの城から抜け出せたものです。そのことにつきましてはまだ宮殿下にもお話ししておりませんでしたけど。お？道次、おいでなさい。は、姉上。この人は、ご尊顔を拝し奉り恐悦の極み、それがしは岡部壇上が一死にて黒の瀬童子の名を称する者にございます。私の腹違いの弟です。なんやて。けど頼綱さんの息子はみんな殺されはったはずじゃ。我が母は身分卑しく、加えて咎人の敬類でもありました。そのため父はそれがしの存在を公には秘し、一族の者と限られた忠臣たちにのみこの者が岡部の血に連なる男子であることを伝えていたのです。それで六原の中陸を免れたと。さようにござる。猪苗城で父が大鳥四宿に滅ぼされた後は、この弟が各地に散った残党を取りまとめておりました。その一部が不堕落にも潜入していて。
遊佐同心目が果てたあの夜に行動を起こし、姉の身柄を奪回したという次第にござる。私どもが首尾よく逃れられたのは、あの狡猾な久保が足止めされていたからこそのこと。政宗様、心よりお礼申し上げます。まことに我らは最後まで見届けること叶いませなんだが、キャツメをついには打ち果たされたことも伺っており申す。姉に恥辱を与えたあの破壊聡明をよくぞ討ち取ってくだされた。それがしからも御礼申し上げる。ミヤ殿下。教えたのわしや。これこれこういう姿形の武者が宇佐同心と一騎打ちしてたけど心当たりはないかって聞かれたもんで、そら一条くんの政宗やないかって答えたら、桜子さん、それは一姫って名前で不堕落城にいる人じゃないかって言うて。なんとなく姫っぽいとは思っていましたから。なんや知ってるやないかってな感じで結局全部話してもうたわ。なるほど。お願いがございます。何ですか？あなた様の義挙にどうか我々岡部の一党を加えください。決して足手まといにはなりません。でも悪あがきは岡部の仮面を汚すばかり。私はそう申しましたし、今もその考えは変わっておりません。ですから岡部の旗は掲げず、ただ政宗様を仰いで戦いたいのです。それは生きているからには責任を投げ捨ててはいられない、そう思い直しました。許すべからざる者がいるなら戦わねばならないと。六波羅は滅ぼすべきです。姫様、一緒にやりましょう。六波羅の犬どもを叩き潰す。はい。では各地の同胞に檄を飛ばしましょうぞ。岡部の生き残り、他大小の反幕勢力、
合わせて1000ほどはすぐに集まります。武者もいくらか。いや、お待ちを。闇雲にことを起こしたところで生産は古賀久保はもうおらん。それでお弓久保もいなくなりよったら暴走の幕軍には頭がのうなる。宮殿か。六原は久保の権力がエロー強い。逆に言うと久保がおらんかったら動かん組織や。古賀とお弓が潰れた隙を狙えば千からの兵で暴走半島を席巻できるかもしれんな。千というのはあくまで当座のこと。暴走を奪い宮殿下をいただいて全国に号令を発すればたちまちのうちに万葉の軍勢が集いましょう。ではこういう手順に。私と同時は同志を結集、鎌倉へ引き込む。宮殿下を暴走へご同座申し上げます。香取がよろしゅうございましょう。あそこの宮司は父が懇意にしておりましたゆえ。その間に私と港さんはお弓久保今川来町を撃つ。で軍事的に孤立した暴走半島をぶんどる。どうや所長。随分と荒っぽい話になったものです。そやな、わしらの最初のプランとはえらい違いやね。しかしもはや仕方ありますまい。状況はすでにデッドオアアライブ。すべて投げ捨てて死ぬのが嫌なら生きて戦うのみです。そういうことやね。懸念すべきは進駐軍の動きですが、こちらが親王殿下を包帯していると知れば国民感情に留意する GHQ は直接攻撃をためらうでしょう。そこに交渉の余地はあります。よしよし、なんとかいけそうやないか。はっ、必ずや大義は成就いたしまする。
名前はいかがいたしましょう。名前は倒幕の騎士を鮮明にする以上、やはり軍にはふさわしき名を冠するべきかと。そうですね、一つにも都合が良いですし。そうやな。いや、名前なんていらない。は、しかし政宗殿。名前をつければ名前に縛られる、名前で中身を測られる、名前で誤解されるし、名前で侮られる。だからそんなのはいらない。ただ戦うだけでいい。私たちは名乗らず戦う。六波羅、神中軍、悪なる奴らすべてと戦う。その正義だけがみんなに伝わればいい。その正義を知って戦う勇気を起こした人たちが来てくれればいい。名前は必要ない。私たちは無名の戦う集団だ。ならば我らはただ政宗の軍と人に呼ばれることでありましょう。そうだ、それでいい。御堂、その輝ける正義の志に人は集う。悪党などというが、群れ集まるのは何も邪悪どもだけの特権ではない。正義も集い、より強き正義となるのだ。我らが光となる限り。ああ、すみません。はい。このお寺に新たというご夫婦はおられませんか？夫婦？ここにいるのは仏様にお仕えしている人たちばかりですよ。あ、そうですね。夫婦ではないかも。うん。新た。新た。覚えがないですね。そうですか。すみません。さっきここへ入っていった人に見覚えがあるような気がしたので。一般参拝の人かな。そんな時間でもないけど。ああ、あなたもこんな時間に出歩いていてはいけませんよ。物騒なご時世なんですから。お家はどこです？大丈夫です、すぐ近くなので。もう帰ります。ありがとうございました。いえいえ、お気をつけて。Thank you.